フィールド右ステイクを仕込みターゲットロックはコンボを当てたい敵やつ城を守ってる魔法が地下からの侵入も防いでくれるといいんですが、あまり期待はできないがな。今は違ってもいずれそうなるのは間違いないだろう。ウィーズリー先生と連絡は？先生方がすぐ来るといいが、入り口の場所は知っておるはずだからな。信奉者がいるなら本人も近くにいるはずだ。私たちなら何とかなります。調べろ。ナルドク様も進展が聞けばきっとやるかもできない。レベル31装備。顔フェイスウェア銀の4目メガネ。装備中のアイテム。顔フェイスウェアの外観透明なフェイスウェア。レベル3。
集中薬。12、2、1、5、4、エデュラスク。レベル31、才能。コア。必要の部屋。必要の部屋。エデュラス薬の効果。エデュラス薬を飲むと無。レベリオ。先生、壁が。試してみましょう。若くどもよ。いいぞ、やったな。さあ行くぞ。ルーモス、ランドクは保管所に迫っているに違いない。残念ながらそのようですね。とにかく探し続けるしかないです。ルーモス。B。ルーモス。右トリガー。ゴブリンがこの先にもいる。 B Y 上に割り当て。もう近くのはずです。見えました。防御魔法の抜け穴をついて城の中に。敵をこちらへ。手早く撤退しましょう。やつらの思い知らせてやりましょう。
ずっとやかましいな。よく来たな。ルーモス右トリガー。クルシオン。ランロクより先につけてよかった。とても信じられない。こんなのが何百年も城の下にあったなんて。ここに至るまでの痛みを思うと、ミリアムにジョージ、そしてロドン、奥数えきれないほどの者がこのために死んでいったのだ。ミリアムはこの力が善のために使われると信じていた。だがその危険性を知らなかった。彼女は君が目にしたものを見ていないからな。イシドーラが見せたものを。いかなる力であるにせよ、今や君が守護者だ。君はその力をどうするつもりだ？ここに封じておくつもりです。
保管所はそのままにしておくつもりです。それはよかった。考えていたんだが。何です、先生。この1年我々の旅のことはウィズリー先生を含む誰にも明かしていない。しかし今はもっと早く共有すべきだったのではと思っている。皆を信頼すべきだったと。守護者たちはこの秘密を永遠に隠すつもりだった。君はどうするつもりだ。今は封じておくべき。今は封じておきます。でも保管所が安全になったらウィズリー先生や他のみんなに全て伝えて助力を得ようと思います。それこそミリアムが望んだことだろう。私たちは他者を信頼すべきだ。この挑戦に立ち向かえる者がいるとすればそれは君だ。うん、思い上がった魔法使いどもめ。ここはゴブリン作った。俺たちゴブリンのものだ。ランロクやめて。あなたのものじゃない。こいつで遊びたいと思っていたところだ。ミリアムの杖、彼女がおとなしく箱を渡していればこんなことにはならなかった。愚かでうぬぼれ屋の魔女だった。似た者夫婦というやつか。あの女も諦めが悪かった。コンフリンゴエクスペリアームス、うん、Y 上に割り当て右取りが魔法の痕跡のつながりを断ち切らないと。よし、もう逃さないよ。ラもう一度やり直す。ツールホイールで L ボタン調押しで植物と魔法薬のせい、ルーモス、デファルソ、ディセンド、強制、ディフィンド、エクスペリアームス。
右トリガーエクスペリアームス。右トリガー、グレイシアス。ルーモス、ディフィンド、エクスペリアーム。ルーモス、ルーモス、アレストモネさん、ルーモス、右トリガー。右トリガー。一、透明薬。雷調合薬。3、集中12、マキシマクスリ。 L ボタンを離すと装備。もう一度やり直す。ツールホイールで L ボタン調押しで植物と魔法薬の成分。ガキメモエこっちへ来るな。ダメだな。確実に肩をつけてやる。ルーモス、右トリガー。ルーモス、ディセンド、デファルト。
ルーモス。
さっさと死ね。エクスペリアームス。もう一度やりな。戦闘で苦境に陥ったときは L ボタン2のホイールをかけ。3、2、雷超合薬。3、4、マンドレイク5、神々白菜。L ボタンを離すとそう。さっさと死ね。上に割り当て、エクスペリアームス。
割り当て。アレスト、も、右トリガールーモス、ディセンド、ルーモス、デカルソ、ディセンド、ルーモス、アレスト、モメ、デリオーソ、変身。ルーモス、コートリンゴ、ボンバーダ、右トリガステイ。フィールドガイドチャレンジは、経験値とレベルを獲得する唯一の手段だ。クエストを進めて世界を探索する過程で、エリエザー・フィム先生、諸君の中にも慕っていた者は多かったようだな。同輩たる教師陣にも得難い友だった。著名な冒険家にして知の探求者であった彼は名声を築き上げ、未知へと突き進んだ。あろうことか分別も安全もないがしろにしてな、ここにいるみんなにとって不幸なるお手本であったと言えよ。彼の冒険への情熱はホグワーツへの思いと同じくらい強かった。もちろん彼の妻マリー、あ、ミリアムかへの思いもな。彼を失うのは辛い。
フィグ先生は優秀な魔法使いの見本だった。時に鋭い知性を示し、常に素晴らしい探求の心を忘れず、そして誠実な友人だった。だけど絶対に忘れちゃいけないのは、誰にも比べることのできないあの勇気だろうね。フィグ先生がいなかったら、そう、これだけは断言できる。私やみんな、ホグワーツも、何もかもが無事なのは先生のおかげだって。先生を知るみんな、ホグワーツのやり方でフィグ先生に敬意を示しましょう。先生のように知恵と機転、正しさ、そして勇気を持って困難に立ち向かおう。フィグ先生に。フィグ先生が死んだなんて、君ほど親しくなかったけど、いい先生だと思ってた。ウィーズリーを見直したよ。みんな、フィグ先生のことを忘れない。おじさんも、同じように弔えれば、アンはいつか僕と会ってくれるんだろうか。セバスチャン、あなたとアンが今どんな気持ちか私には想像つかない。きっとすぐ連絡つくよ。そう願いたいな。また連絡する。セバスチャン、大事な話があるんだ。ビクトール・ルックウッドと関係があることだよ。オリバンダーの店の外で騒ぎになったって聞いたぜ。かなり大変だったって？その噂は本当だよ。でもそのことじゃなくて、襲ってくる直前にルックウッドが聞き覚えのあることを言ったんだ。アンが聞いたのと同じ。子供は単なる未熟な生き物だって。待て、何の話だ？アンを呪ったのはランロクの信奉者じゃなくルックウッドだよ。最初からそうだったんだ。そんな、まさか信奉者だろう。ずっとそう思ってた。呪われた夜、アンが見たのはゴブリンだけだったはずだ。ルックウッドはランロクと手を組んでた。つまりあいつもイシドーラの遺産を狙ってたんだよ。だからアンが呪われた夜、その場にはランロクだけじゃなくルックウッドもいた。誰にも知られたくなかったあいつは、あなたの妹を見て、アンを呪った。そのせいであんなことに。最低だな。ルックウッドは当然の報いを受けたわけだ。話してくれてありがとう。ゴブリンじゃなかったのか。君には謝らないといけないな。ずっと敵はゴブリンだと思ってた。でもそんな単純じゃなかったんだな。オミニスはアンと話したって。僕にも会ってくれるかな。詳しいことが分かったら連絡する。煙突飛行粉の縁を見つけて、ファストトラベルできる場所を解除。おめでとうございます。ホグワーツ、レガシーの物語をすべて完了し、今年度も終わりに差し掛けかりました。間もなく始まる王を前に、フィールドガイドでやり残したことがないか確認しましょう。世界を探索し、悔いのないように人間関係クエストやサイドクエストを終わらせ、フィールドガイドを完成に近づけましょう。A、続ける。